はい、こちらねぶた祭りの、有料観覧席ですね。北ブロックの86から88ということで、ここがね北ブロック国道4号線沿いのメインの、観覧席で、6時半に規制かかって6時半から通行止めになった後にこのね椅子をね一生懸命こう並べ始めるので、それまでね並べ終わるまでは座れないような感じです。で、一席一席にこうやって番号が振ってあるということですね。これがね一般的な桟敷席ですね。で、国道沿いの、観覧席が6時半から、規制入って、そこからセッティングするので7時にならないと入れないんですね。それに対して今回我々が座る桟敷席の方はこんな感じ。これ5番、ここ5番。で、向こうが6番なんですけど、この桟敷はもう元々桟敷としてセッティングされているので、6時から入場できるということですね。で、ここで靴を脱いで、靴自分で保管しないといけないんですけれども、で、上がると番号が振ってあるという感じ。こんな感じで、まあ、一人のスペースはこんな感じ。4列前の人はね足ブランってできるからいいんですよね。で、後ろの人はまあここ背もたれにできるっていうか、あんまり背もたれしてもらうと困るけど、まあちょっと楽っていうかね、背かけられるっていうのが利点かなといった感じですね。これが桟敷席、これはね6時から入れる。で、向こうのさっきの、椅子席のね、国道沿いの椅子席の方は7時にならないと入れないという違いがあります。ちなみに向こうはね、あのプレミアム席、ワンブロック100万円、110万円だそうです。